カプセルタイガー小玉優也出撃。昨年11月から連続参戦、確かな実力を見せつけ、ゼストストロー級の中心選手へと躍り出た。尾張の弾丸石綱哲夫、国内外のさまざまな団体で戦いを続ける石綱哲夫がゼストストロー級へと照準を合わせるか。あと、とっても優しい顔なのにキャッチコピーを弾丸とつけたのは失敗したと思ってます。最軽量ストロー級の一戦、軽々しく見れない激闘に注目。第6試合、ゼストルールストロー級5分2ラウンド、児玉優也対石綱哲夫。ラウンド1、は3分経過。
時間1分。残り時間30秒。3分経過。ラスト1分中、集中しろ。
逃げろ、中、しっかりバウンド打って、中三角、自信持ったらどんどん打ってけ、ラスト1分、あと細かく打っていいから、残り時間1分、ラスト1分、仕掛けです、仕掛けろ、自信持て、自信持て、なんでしょ、今入った、今入った、全部入った、ラスト50、ラスト50、こだまちゃん、ちょうだい少し、ちょうだい少し、膝を、膝を真ん中に、残り時間30秒。判定の結果をお伝えします。勝者、赤コーナー児玉優也、ただいまの試合は3対0で赤コーナー児玉選手の判定勝ちとなります。選手会場。